松井祐介は、大阪府大阪市平野区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小3からソフトボールをはじめ、三塁手県投手だった。中学時代は、大阪平野富士ボーイズに所属。主にサードを守っていた。大正大境高校では、1年夏から、ベンチ入りし、秋からレギュラー。高校三年時の夏の決勝戦では、先発投手として辻、辻内高成、 平田良介、中田翔洋する大阪東院に、破れ甲子園出場はならなかった。投手としても、時速143キロメートルの球を投げていた。大学は、東京農業大学に進み1年春より、レギュラーとして出場。強打、俊足、強権の外野手として、党と二部で、通算98試合。310、104のアンダー、20本塁が、63打点。 大学の同級生にエリーと、安藤竜、1学年上に鈴江明、2学年下に吉原翔平、3学年下に高木友がいる。2009年のドラフト会議で中日から4位指名を受け入団。背番号は56。同期入団で同性の松井雅人がいるためスコアボード等の表記は松井優と表記された。2010年。 新人ながら開幕1軍入りを果たす。3月27日の広島東洋カープ戦でプロ初安打を放った。2011年ウエスタンリーグ34月度月間 MVP を受賞するなど好成績を残していたが、4月26日のオリックスバファローズ戦で支球を受け右手首尺骨を骨折した。復帰後の9月18日に1軍昇格を果たしたが、 8打数1安打と結果を残せず、9月28日に出場選手登録を抹消された。2012年、打撃を買われ、夏以降に1軍での出場が多くなる。8月2日の読売ジャイアンツ戦で、杉内都也からプロ初ホームランを放った。2013年、初めて開幕戦に7番右翼手で、先発出場を果たす。 4月19日の横浜 DNA ベイスターズ戦で夕頃を打った際の違和感で途中交代同月20日に左原社金座賞と診断され出場選手登録を外れた2014年は52試合に出場した2015年は打撃不振で30試合の出場に止まり2016年も14試合の出場に終わった2017年は シーズン中盤に出場選手登録されると、打撃好調を買われ、クリーンアップで、スタメン出場することもしばしばあった。シーズン全体では、平田良介の怪我による離脱もあって、自己最高の56試合に出場し4本類が18、18打点を記録するなど、キャリアハイの成績を残した。2018年は17試合の出場に止まった。2019年6月30日、 武田健吾、松葉隆史大との交換トレードで松井雅人と共にオリックスバファローズに移籍した。背番号は武田が着用していた中日時代と同じ56。移籍後は7月に7試合に出場した以降1、軍での出番はなかった。7月20日の対福岡ソフトバンクホークス戦でに、ほあさひから移籍初本塁打を打ったが、この試合の初回に本塁打を打った。 スティーブンも野とのアベック本類だとなった。2020年11月4日に球団から戦力外通告を受け、現役引退。12月8日にオリックスの打撃コーチに就任した。左投手に強くパンチ力が魅力の外野手。アマチュア時代に50メートル走で6秒0を記録した。瞬速と強権も武器である。ドラフト同期であり。 同学年で同性の松井雅人とのコンビは W 松井と呼ばれた。現役時代はチームメイトからいじられたり、突っ込み役を買っていた。ハスキーボイスの持ち主であり、松井自身もそれを売りにしている。東京農大時代を振り返り、松井は明るく楽しい雰囲気で上下関係もあまりなく、選択も自分のものは自分でやっていたと語っている。また、学生生活では、 経済学部制であったが、農業大学というだけあり、2週間ほど米農家に住み込みで実習に励んでいる。この時を振り返り、米ができるまでの過程を少しでも見られたことが良い経験になったと語っている。ありがとうございます。